大阪言うたらなんやん。わかりやすいな、怒っもんやな。あ、ね、行く、あえて。あ、そう、大丈夫、あの、絵的な著作権的なところは大丈夫。あよっしゃ、せーの、おい、はい、おい、あーあーあー、はいはい、なるほどね、はいはいはい、余裕なんだな、楽勝分かってましたよ、この台来ることなんて。もうね、楽勝絶対いけるわ。やってんな、やってこれ予想、予想してた、一応俺はまあ、もう勝ちました。いやもう勝ったね、ドムさんから。あ、全然いいっすよ。お前、お前、あ、初手、初手プロじゃないですか。初手プロ、初手プロ、プロの近くに来たのかな、お前ら、お前。あ、いや、もういけいけ、お前。お前、もうバッチコリ見せていく。あ、見せていけ、見せていけ。しっかりと見せていけ、お前。さあ、プロの第第おっとおっとえ、何をしてんの、待った、えぇ、いや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 、お前にそこにプロ、海洋レベル高いぞ、これ。してんな、プロ、プロ攻めたね、攻めたな、お前。お、結構、結構、大丈夫だぞ、俺、だいぶ、だいぶいきますね、これ。だいぶいきますね。え、俺も分かった。俺も分かった。いや、これ、これ、あるでしょ。これ、結構攻めてません？よし、これで。あ、なるほど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 。なかった、なかった。おおっと、これは、これは、なんだこれは。いや、わかるだろこれ。いや、わかった、いや、わかった、わかった。これは空にやつ、素人は。でも、場所的に、場所的にここに作っちゃうんだ。じゃあ、じゃあ、なんとなく予想はって言った。じゃあ、これ、ちょっと行かさせてもらいますね。色を寄せていく。お、セミプロ。建築家ですからね、私は。おっ、おしゃれなブロック使ってる。お、いいぞ。これ落ちるんかい。え、なんで間抜きたいの。いや、ちょっと予想外やったな。まあ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 、それ縦に積むことしかできなくなりました。いや、これちょっとしくったな。いやでもね、ちょっとあの、分かってほしい。あの、分かる人分かると思うね、これ伝わると思うねんな。いや、俺はなんかちょっと分かった気がする。え、ちょっとこ、こすいこと、分かる分かる分かる。あんまりこすいことせんとこかな。やめとこ、こすいことはなしで。なんだろう、はいはいはい。あの、ほんまは上積みたかったんですよね、これ。ブロック変えても大丈夫。ブロック変えてもいいですよ。あ、いいんすか、大丈夫ですよ。あ、ブロック全てってことですね。ターンエンドまでは大丈夫。あ、じゃあ、ターンエンド、はい。じゃあ、ちょっとすいません、全てターンエンド、ちょっと全て返させてもらいます。何が変わったこれ。そんな変わらない、ここまで一緒だよ。いや、これが下か。あー、なるほどね。何か分かったけど、何か分かったけど。あー、なるほど、あ、分かった分かった。オッケーオッケーオッケー。これ伝わりますよね。いや、伝わります、伝わりました。これ、分からへんやつ。なんかすいません。これ打つ先生っぽいな。へへへへ。いや、これは…なるほどね。取りに行きましたね。これは打つ先生、でもこれバレちゃうか、お前。いや、ま、ちょっと、あえてちょっとずらして。いや、これ、いやでもね、このお題をエセ建築家の方にばらさないように作らないといけませんから。そうそうそう、ちょっと直接的に言うと、まずいんじゃないですか。じゃあ、次、シャー君さん。ちょっともう、すでに攻めてる感が。エセヒット、エセヒット、エセヒット、シャー君。
ヒットあ、俺だ、俺いやいや、これだいぶ攻めてないやりすぎじゃないいや、これだよやりすぎや、ずっとやりすぎやってこれあ、終わり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 終わったあー、どうしようじゃあ、ピクトさんで何作ろうかな、俺いやこれは衛星建築が誰か楽しみやなやっぱちょっとわかんねえからな、ぶっちゃけなんか、ちょっとおやおやだって悩むえおや、手が止まってますねあれなんかあれ形あれなんか、形がしあれおおおおおなんかあはあーなるほどあ、初めてわかった、なるほどこれ伝わるんですねああちょっと、ロボロさんあれ、な、思ってたんと違うなあれ俺も思ってたいや、らしい単色じゃな、単色だから無理じゃないだからね、うんちょっとまあまあまあいやいやいやあー、なるほどなんとなく分かるじゃあ次僕いきますねどの辺だろうこの辺、気持ちこの辺かないや俺本当はシャークンのやつをやろうと思ったんだけどあー、はい、なるほどねやられちゃったからちょっとあー、あえてねうんえんおや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 正気ですか正気ですマネですかこれ何これなんだあーこれまあ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 ご覧ご覧ご覧すませご覧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 すませいますよブランドクロスができてるあーはい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 なんで端っこに作ったの位置重要これ位置重要個人的にはまあなんか雰囲気も含めていやこれ俺分かったかもしれんこれはちょっと分かったあれやりすぎやろこれあれやな中間くん大丈夫かもしれんなお前なえ俺が分からへんわ逆にあざすあざすはい僕はこんな感じで終わりで果たして今理解しているこの建築家たち一般視聴者は果たして理解することができるのかしっかりと解説していく素晴らしいさすがゲームマスターじゃあこれ次やってみようかキリアもうあんまり情報をさ出さない方がいいもんねむしろでも一瞬で出さないと信用得られないっていうのもあるからねああまあそう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 つまりなんて言うんだろうねそのエセじゃない人たちはもうその分からない程度にみんなで少しずつ出してて信頼を得るみたいなねお互いの信頼を得るためにでも分からないようにっていうねそうそうこの安排だよね、うん、これでいくか個人的には今のところゾムが一番ある意味巧妙やったんじゃないかなと思ったけどなまあうん確かになうん確かにちなみに俺はもう作るものを決めてるけどまだ絞ってないな何これいやでもなんだこれは今全員の建築見てるけどなかなか、まあ、いやこれはもうどうでしょうえ？何？オッケーっす。あ、俺分かった。え？何これ？別先生。何？何これ？え？わかりますよ、わかりますよ。俺わかりますよね。これあれっすね。さあ皆さん、一般視聴者の方々わかりますか？この白く見える建築物。何これ？わかりますか？この白く見える。まあ確認ですけど、確認ですけど、これ大阪にあるんですよね、これ。大阪にあるという認識ね。こんな空間が大阪にあるのか。見たくないわ大阪。じゃあ次僕ですね。あ、じゃあプロ。一巡目を締めてください。プロ。いやもう僕が締めてプロがプロに行くもんな。ラストプロ。プロ2。金ブロック多い。今回より高い。ブロック率。え、これ単色だよね。単色です。単色です。黄色。マジで。また同じようだ。なんか似たよ。あれ盗作じゃないですかこれ。あれ。お前プロ、お前盗作。お前それはあかんぞ。あ、そういうパターンのエセですか。いや、待て。プロに盗作はありえへん。マジで。これ。マジで。マジで。見てろこの島芸術。ちょっと待てよ。これちょっと。長いわ。小下さん、あの奥にあるの見えますか？今の。違う。奥にある。見えたよ。奥に。いや違う。これ。変わるから。本当に。ほんま。あもうなんかもう一緒。一緒。お前スケール小さくしただけやんけこれ。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。俺。
ちょっと待って、分からんくなってきた。ちょっと待って。プロ自分を見失いかけてる。え、ちょっと待って。これ、これ、今俺が想像してるやつ、建築不可能かもしれん。俺。怖い怖い怖い。何これ何これ、え、ちょっと待って、俺の技術力が足りてない可能性がある。これ、新聞の今の発言聞いて、俺もしかしてこれ分かった。あ、俺分かった、あれか。いや、あれ、ロボロ、多分あれやんな。あれやわ。あ、ワンチャンあれ、あ、わかる。これ、これわかんない。わかったかもしれない。あ、わかった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 。多分あれ、多分あれ。何これ、大阪のおばちゃん。これ、せっかくさん、これだけ、見てください。これ僕です。これ、これ作ります。これです。これしようと。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、一旦これ、ここしよう。よし。こだわり。そんな変わらんわ。え、なんだ。でも俺これ島さん分かった俺。分かった分かった分かった。いや、マジか。これでいきましょう。これです。これです。待って。クロス。分からへん。いや、クロスでしょ。俺、クロスでしょ、これ。いや、これは。あれかな。あれだと、あれだと思う。あれだと思う。あれだといいな。一周目の建築物をとりあえず見ていくと。そうですね、いや、わかりますかこれ。僕は多分きっとわからないと思います。半分黄色か、半分黄色。半分黄色と白しかない。これ小西島さんのとシャー君しかわかんない俺。いやー、はっきり申し上げて、色が似通りすぎている。確かに黄色ばっかりやな。わかった、じゃあ、2巡目のゾムさんから。じゃあ、ちょっと、シンマ。お前の建築ちゃんと分かるよ、俺が腐ったるやん。お前さすがプロ。おお